健康をものすごく害すんだね。その血液がね、心臓に戻っていく率が非常に落ちるらしいですよ。だからね、この例えばね、その老け、動脈前時のね、換気一足せよっていうのは、まず息を漏らせっていうのはね、このプレッシャーを抜くためなんですね。だから筋骨流のじゃない、筋腹流でね、ロー吹くときにもウーロロってウの音を出すのは、あれは換気を抜くんだね。あれでそのここの溝落ちの力が入らないように抜くんですよ。それでロロはこの丹田の呼吸である。それが津軽のその今の侍の中に伝わったその呼吸法なんだね、これ。でその今のね、あの筋腹流そのものが起きた一番最初のできたのは三浦岬なんですよ。三浦岬にの炭鉱風車っていうその人が関東ラッパ大将軍っていう名前もらったスパイの親玉なんです。これがその長野っていうそのね、人がそのこの武田信玄と争ってた長野がその炭鉱風車を自分の部下にしてさ、諜報の親玉にしたわけだ。それでその岬にあったお寺を身の輪へ持ってきたんですね。それが後に自乗寺になったんだけど、その身の輪へ持ってくる前は岬があれでね、だからその呼吸法なんかでもその城ヶ島へ打ち込んでくる波の音が引いていく時の波浪のね、息がその原型らしいんですよ。竹の音だとか笹の音だなんての嘘なんでね、後からつけたりくって、本来はだから筋腹流では払うあれでしょ、下がり歯っていうのは歯は波って字書くでしょ、または下がり歯って必ず波の字が書く。あれはねやっぱりその下り引いていく波なんですよね。葉っぱというのはあれはその京都の明和水の小武僧が、あの八坂神社の矛をね、あの出汁を一日どっか泊まって翌日このね戻ってくる八坂神社に戻ってくるから祇園かなんか祇園戻ってくる時の道案内は、あの京都の明和寺の小武僧がやったんだね。で下がり派っていうのは下り庭っていう意味が下がり派なんだそうですよ。でそれを黒沢金子がその下がり派の曲っていうのは金光流にあるのは、その京都でなんとか明和寺の何々から伝来し捕まつしそうと書いたんです。だからあの金光流で言ってる下がり派は、要するにその祇園の出汁のね、下りの時の先導する明和寺の坊主あの小武僧が吹いた曲なんです。ところが我々の金風流の下がりは全然系統が違うんだね。むしろその岬 の、 その波の波浪速を音にしたもんだね。だからね、私はこの間最近になって、あこれかなと思ったのはね、この間私2週3週間ぐらい入院したんですよ。こうやられてまた飲みすぎてねそれでね、トイレ我慢してさ湯河原で、友達と飲みすぎちゃってさ、その時入院しててたんだけど、あのつなぐジョンガラ節のあの音がね、下がり派によく似てますよ。ジョンガラ節のね、高根のところなんか下がり派の出だしと同じじゃん。はあ、やっぱり津軽の方の人たちは、ジョンガラ節っていうのをつくんでも、ね、筋腹流の影響を受けてるなとか言ってね。というのはね、その、津軽信和っていう人は、あれですよね、今の群馬県の太田の付近に飛び領地をもらってるんですよね、3000石。どの辺ですか？今、中島飛行機のあった、あの太田。太田にね、その津軽の領地が3000石あったんですよ。確か信和、三代目の信和かなんか家康の徳川家の娘もらってんだ。その時に持参金代わりにね、津軽のそこをこうもらったんですよね。それはね、あの官製徴収諸家譜にちゃんと出てますよ。その津軽の、それとね、瀬田郷里に3000石を寄付して書いてね。そこにね、根沢の寺が2つぐらいあった、その当時、その飛び領地、
それからこの元和何年にね、うん、家康豊臣家が滅びた時にね、うん、栗原康則ね お召し預け津軽藩にお召し預けとなるというのが書いてある、うん、その栗原康則っていうのが、うん、おそらく私はね金庫の先祖だと思うんですよ、うん、先祖召し預けになるって言うからには豊臣家に関係のある人だったと思うんだね。それは年代でいうと西暦で何年ぐらいの人ですか。何年なんですかね、うん、要するにとあの関ヶ原のすぐ後だよね。ああ。1600何年。うん、1600何年ですね。ね。ははその、それがね、官営諸閣にちゃんと書いてある。うん。で、その、津軽の領地、飛び落ちであったところにね、二つ小武装寺がある。どっちも根座さんの寺があるね。そうすると、その方が、その津軽にその金プリを持ってきた、あの、根座さんを持ってった。っていうのはね、可能性が強いわけですか。いや、それよりももっとその前にね、うんうんうん、津軽の最初の初代の、うん、殿様は大浦って言ったわけだ、うんうん、大浦為則っていう人だ、うんうんね、それ津軽為信っていうのは初代だけど、うん、その人のお父さんが津軽為則なんですよ、うんうん、その津軽に為則が死んだ時に、うん、津軽為則じゃない大浦為則が死んだ時に、うん、葬式の同志としてね、うん、その初代の大浦津軽為信は京都から瞑想を呼んだって書いてある、うんうん、それが来たのが覚悟俊逸という、うん、騒動系の偉い坊さんなんですよ、うんうん、その覚悟俊逸はそれが葬式が終わってから津軽の長生寺の住職になったと、うん、七代かなんかの住職になったんだね、うんうんうん、でそのちゃんとその津軽覚悟俊逸の位牌は長生寺にあるんですよ、うん、ところがね覚悟俊逸のことを書いた東条連登録って言って僧道宗の坊さんの偉いのを書いたと、うん、津軽にいたってことは一言も書いてねえな、うん、その覚悟俊逸はね、うん、で俺これはおかしいなと思ってね、うんうん、津軽 の長生寺のお寺に電話かけた、うん、須藤寛月さんって人が出てきた、うんね、もう今引退したけど、うん、いや実はねそのうちにはのね、覚悟俊逸は津軽にいたんだと、うん、位牌もあるけどもね、うん、なるほどあんたのおっしゃるようにその東条連徳録には書いてない、むしろこの埼玉県の能仁寺の解散だって書いてあると、うん、実は私らもわからないんで、ね、分かった教えてください、うん、逆に教えてくださいって言われちゃったんだけどね、うん、それからまあそのいろいろその内山礼月さんが残したんで津軽で残ってるいろんなものから言って、うん、どうして津軽にこの金振りが残ったかっていうのを調べるとね、うん、一番最初のその覚悟俊逸がその津軽でその今の津軽の初代の為則が参戦したんだね、その後、うん、親父が死んだ後、うん、その時ね、府家麗澤の和という公案でもってね、府家麗澤の和の公案を授けたっていうの、うんそしたらそれをね、うん、その大浦為信が立派に投下したって言うんだよ、うん、もしお前の領地の中からね、信繁が暴れ出してね、うん、お城が、うん、軍、信繁が放棄して、うん反抗に反対したらお前はどうするかって言われた時ね、うん、その津軽為信が四方八面来や旋風だと答えたってんだよ、うん、それでその、ね、津軽の殿様も免許改定になったっていうことがちゃんとその残ってんだね、うんうん、だからねそういうことになるとねそのどうもその、ね、津軽安地かなんかになってさ、うんうん、その江戸へ万有蔵だろうね、うんうん吉崎八谷を派遣したってけども、うん、その前から津軽ではずっとね、うん、金振りを吹根座さんの曲を吹いてたんじゃないかと思うんだね、うんうん、そんでなきゃ殿様が好きになるわけないんで、うん、それで今度はそのただその津軽に伝わってくるあれは毛内雲林っていうのが伝えたっていうことが書いたんですよね、うんうん、とか毛内雲林なんてのはなんか絵描きで国学者かなんかで、うんうん、尺八もそんなにうまいという記録はないらしいんだ、うんうんだからどうもその毛内雲林説は、うん、ねちょっとおかしいと。でね、私の父がね、うん、その津軽の根座さんっていうのは初代金庫で150年前に伝わったということを書いてるんですね、うん、それに対して塚本教蔵氏がその噛みついてるわけですよ、うん、その転居が定かでないと確かにその転居を示してないんですね
でだけど今のお話を伺うと、そのとにかくその津軽で言い伝えで、そのそういう言い伝えがあるのかもしれないですね。その要するに何百年前に津軽に伝わったんだという言い方があるのかもしれませんね。だからその今言った私の、うん、私の説は、うん、要するにその今言ったそのね、加工主義が、うんうん、その今言ったようなわけで、うん、伝えた津軽にいて初代の殿様に禅の免許改定を、うん、免許を与え、うん、認可を与えたと、うん、そしてたまたまそのね、その自分の、うん、領地が根山の寺が2時あったと、うん、しかもそこには栗原康則という人が預けられていると、うん、まさかその徳川幕府から預けられたやつを津軽に連れてくるわけにいかないからそこを預けてたんでしょう、うん、そんな関係があって、おそらくその津軽の殿様はその根座さんの尺八を知ってるはずなんだね、うん、要するに自分が府警霊宅の方で印鑑をもらったんだし、うん、自分の領地の中にそのね、根座さんの小武装寺が2つもあるんだから、うん、そういうのが津軽に伝わってきて奨励されたんかもしれないね、うん、そういうことになればうんと古いですよ ね、 そうですね、あなたがおっしゃったような年数ですよ、うん、むしろね、うん、要するに関ヶ原のすぐ後だからね、うん、まあ、およそそのそんな数字になりますよね、うん、だから私はもうそれが、うん、それが本当だと今思ってるわね、うん、金プリというものの発生は、うん、それで侍だけの尺八だっていうふうに独特の発達をしたと、うん、だからなんかね、私は金風流っていう曲をうちの者にも教えるけども、みんなに言うのはこれ侍の曲だからね、うんうん、やっぱりそのただね、そのいい加減な坊主の尺八じゃねえんだと侍が吹いた、うん、命を懸けて吹いたもんなんだからね、うん、金風流を吹いた人の尺八ってのはやっぱり力が入ってる、どっかに、うんうん、普通の小武装の尺八だけを習った人と違うっていうのは金風流はやるべきだと、うん、必ずやる、ちょっとやっぱり筋金入りの尺八になってくるということは私いつも言ってるんだね。でその津軽以外には痕跡もどこにも残んなかったんですかね、その根座さんはってのは今に伝わる形ではどこにもないわけですね、結局金風流はね、いやそうでもないね、根座さんはには残ってたらしい、うん、根座さんはの寺には一応、うんうん、ただそのただ、うん、津軽に行くほど形態的に残ってなかったんですね、はい、っていうのはね、その今言ったさっき言ったその樺島さんとかね、うん、そういう人がね、根座さんの調べとか言って吹くのよ、うん、であんたどっから習ったって聞いて、聞くとね、うん、俺の親父から習ったと、うん、でお前の親父はどうしてどっからって言ったらね、あの相馬の紀前県から習ったとこういうの、うん、うちの親父は紀前県へしょっちゅう行ってたと、うん、紀前県調べて根座さんなんだちゃんと、うんね、それから西岸のじいさんもなんかの時にね、越後明安寺が一時根座さん派だったことがあるって言うんですよ、はあ、あとね、越後霊文の中にもね、コミュニティに使うとこあるんですよ、うん、あとそれをね、菅井先生の弟子たちは西岸の野郎、根座さん派の真似してやるって言ったのよ、うん、西岸に言わせて、いや、俺が真似してんじゃねえ、向こうの越後明安寺も根座さん派だったんだからね、うん、真似したんじゃねえ、こっちは寺に伝わった吹き方してんだってこう言って、憤慨してたけどね、うんうん、だからやっぱり根座さんにはちゃんとそういうものがあったんだね、うん、ただその込みの仕方が津軽行ってからのような規則的なものにはならなくてさ、うん、だから和田積なんかが吹く根座さんの調べなんて言って吹いてるのは、うん、その冒険のさ、うん、今の相馬の紀前県やな、うん、ね、あの福島の連邦県あたりから来た込み域なんでしょう、うん、だからそれがね、だから私は大門さんから習った大門さん のこう口をこうやるような、うんうん、あれは込み域なんだよ、もともとはね、うんうん、込み域こうやって回すのとこう口をこうやるっていうのが、あとのは込み域だと思うんですよね、うん、二重剣ですか、え二重剣のですか、はい、うん、まあいずれにしろその音楽的にはあの辺はやっぱりみんな親類関係ですよね、そうですね、あの越後まで含めましてね、うん、だからやっぱりかなり相互にこう往復っていうか、そうですね、いろんな影響関係があったんでしょうね、もちろんそうだと、うん、だからね、そのなんていうか聞いてるとね、おやっと思うような戦術的にね、うん、よく津軽にある戦術だなとかね、うん、あの
高橋竹山という津軽三味線の名人がいるでしょう、うんうんうん、あの人なんていうのはまあ、あの津軽三味線なかなか有名になってるけど、あの人は尺八も随分吹いたんだね。そうです、うんうん、やっぱりその雨降りに三味線じゃ稼げねえから、うん、雨降りに尺八吹いたなんて書いてあったんだけどね、なんかに。やっぱりそのそういうふうにでもしなきゃ、まあ、しかし左に翔平と並び称されるけど、やっぱり竹山ってのは抜群に冴えてますね。そうですね、あの技術は。白川郡八郎は東北でも津軽あたりがもう最高の音楽的素養は一番発達してんじゃねえかなと、うん、それが北海道行くとまた元に戻っちゃうみたいな傾向があるわけよ、うん、っていうのはね、北海道ってのは新潟の人が多いね、案外ね。あ、うん、北海道、私は北海道の漁船ずっと作ったけど、うん、先祖はどこだって言ったら新潟だっていうのが多いんでね、うん、やっぱり流れていくんだね、あれ船に乗って、うん、新天地開拓にね。最近津軽で出てるの面白い、十三港のね、あの大都市の遺構が出てきたってのが面白いですね、あれね。あそこにほら、あの長生寺の釣り鐘が、うん、あのもう一つのやつがあそこへ落っこったって言うんでしょ、はあ、だから長生寺の釣り鐘鳴らすと、うん、あっちの釣り鐘も鳴るって言うんだよ。うん、うん、なんとか恋しいって言ってお手話するなんてね、うん、釣り鐘のそういうの聞いたことないですか。いや私はね、日本の釣り鐘ばっかり集めたテープを持ってるんです、今はね、はあ、昔日本の名所って言ってね、うん、いろんなお寺の釣り鐘の音をみんなね、うん、入れたのがあるんですよ、うん、それをね、聞いてるとね、うん、まあその後私は大晦日の、うん、あのね、時にいろんなところで鐘つくでしょ、うん、そいつを録音しててみんなそれ入れてね、四国のあの竹林寺の釣り鐘のとかそういうのをみんな私足したのがあるけどね、うんうん、やっぱり鐘釣り鐘の音っていうものも研究してるとね非常に面白いね、うん、あらいいもんですね本当にね、うん、たった一つ五音だけどもあのヨーロッパのいろいろなるのもいいけどもなんとも言えないもんですね、桁が違うね、うん、それがね。あ、そうですか。じゃあ津軽の日本の名称のテープもあげますよ、うんうん、ああありがたいですねこの間ね、あそこ行ってきましたよ、あのお水取りに。あ、やっぱりいいですね。あの年のその年の11人の連中の力量もいろいろらしいけども、あれも素晴らしい、うん、いや、そのね、あの私はまあそういういろんなことをこう調べる趣味があったけど、空山がね、うん、おかしなことを何かに書いてたと、うん、っていうのはね、その要するにその不慶和尚とね、うん、日本から修行に行った法堂国師がね会ってるっていうようなことを書いてるんですよ、うん、それで、それは実にインチキなんだね。8世紀でしょ、不慶はね。それはねなるほどね、時代的にある程度合うところあるんですよ。可能性あるんですか。しかもそれがね、万、うん、山っていうその道教のね、うん、本山があるわけだ。うん、その万山宝釈っていうのは府県の師匠なんですよね、禅の方で。うん、その万山っていうのは実は道教の大本山のあるところなんです、うん。そこへね、その泰山じゃなくてですか。え？泰山じゃなくて。うん、万山。万、うん、この万っていうのね。うん、それがね、ね、東洋文庫に出てたんだけどね、そのそういうそのね歴史を書いた誰が どの坊さんのね、うん、万有録があるんですよ、うん、それを見るとね、その要するに府家ってのがあるんだよ、そのまだ今でも五台山に。府家の何ですか。府家寺って寺が、はあそれ日本のね、なんとかっていう坊さんが三蔵法師になってるの、そこのね。うん、それはね、なんて言ったかな、ここにもあるんだけど。それ、府家の法灯を継ぐ寺ということで。ってことになってんだけどね、そこらが、そこらがどうであるかっていうのは、俺がね、
このね、仏教聖地五台山って。うん、それね、NHK 取材班、ね、蒲田、これ有名な人ですよね、うん、日本人三蔵法師の物語っていう、うん、これをね、調べていくとね、よみがえった仏教っていうのをここにね、竹林寺ね、うん、その仏教音楽の故郷、うん、竹林寺っていうのがあってね、この円仁、円仁の功績、うん、があってね、そして竹林寺の曲の目録みたいなのがあってね、老寺ってなったね、確かね、この宋円仁っていう人が有名な人なんだけど、この人の記録がね、あ、ここに老寺ってありますね、ね、老寺、うん、この五台山にこういう寺がある、はあ、それがあの、うん、それからこんな円仁のね、がどういうふうにしてやったかという日記があるんですよ、うん、それ全部俺調べてみたら全然その、うんうん、ね、なんていうか府県にあったなんて大ボランなんだ、空山ね、またここで嘘つきやったなって、しかしこれで見るとその水路院氏はやたらにその高橋空山に参ってるようですね、うん、そうなんだね、うん、あ、今見られたっすか、うん、チラチラっと見たら、空山を大した才能だし、そんだけ惚れさせるだけね、うん、騙されたバカなんだ俺がね、うん、これ老衆を名乗ってるんですかね、これどうなんですかね、それはね、うん、サブロって人を歌うとね、うん、一言一句がはっきり分かるのね、うん、この人どういう稽古をするのかなと思ったんですよ、うん、他のプロ、他の人だってみんなプロなのにね、うん、何言ってるのか分かんないね、藤波さんの場合だ、何言ってるかもう変幻石碑まではっきり分かるね、うん、それがまあ 50m も離れてるようなところでね、うん、自分の声がどういうふうに響いていくかっていうのを分かるとするとね、うん、こういう人は一体どういう稽古をしたのかなっつってね、うん、それに非常にね興味を持った、うん、そしたらね、それから歌いをやる有名な人やなんかとか話を聞くと、こっから声を出すんだって、うん、こっから声を出すんだって言うんだね、うん、そんなとか声出るわけにいかないかって言うんだけど、まあね、そのやっぱりその稽古するときにそういうなんかいろんなやっぱりあるんだね、あれ、うん、秘伝みたいなものがね、うん、だから藤波さんの声はもう地下渋滞としては最高の人だったんですね、うん、私は今でもね、あの人本当に不思議な人だけど、ああいう人が自分の音が 50m 先でどう聞こえるかっていうのをね、うん、どうやって勉強したもんかなっていうのがね、本当分からなかったね、うんうん、今でも分かんないけどね、うん、それから参考でいいのはこの音響音楽の本が、うん、小畑の音楽愛好者のための音響学って本があるんですよ、うん、あ、そう、これがね、うん、実にいい本なんですよ、私は大抵難しいことはその小畑純一のこの本ですがね、うん、はあ、これは私は神田の古本屋で探したんじゃない、京都で見つけたんだな、そういえば、うん、京都のね、本能寺の付近で、うん、このね、小畑純一って理学博士だけど、この人は寺田虎彦のなんか親戚みたいだね、はあ、そうですか、これを見てね、一番感じることはね、例えば尺八で言えば地の音ですよね、はい、地って音はね、
自分の聞いた音とね、観客席で聞いた音って随分違うんだね、っていうのはね、ここのところがね、耳のこの脇のところが一番大きく聞こえる地の音だけはね、第三倍音が非常に振幅が大きいんですよ。だからね、地の音を出すときにあんまり勢い込めて吹くとね、あのかえってうまくないんだね。自分でいいと思っていても観客席では一つも良くない。だからね、昔のいわゆるその勝浦昇山なんかやあったりの昔の新宝流の譜なんか見るとね、地の音のところに銀って字が書いてあるんですよ。銀鶴って字が、これはその銀鶴ように吹けって言うんだね、地の音だけを、銀って書いてあるのはほとんど地の音だけです、それをね、この本で見ればね、これはね、そのいろんなその音のね、尺八の吹く方向でしょ、それによってその音がどういうふうに振幅が聞こえるかっていうのにね、第一倍音、第二基音がこう出て、第二倍音がこういう形になって、で第三倍音がこうだと、第四倍音がこうなると、ところがね、尺八のこれ見ていくとね、例えばこれ誰の演奏やったんですかね、誰の演奏でこれ後ろだけかなんとか、あのね、いろんなのをやったのはね、片山雄山も入ってるしね、これは片山雄山吹奏、大井助水作の古管一尺八寸とかね、これは素人の吹いたのとね、これはあの圧搾空気で尺八こういうふうにやってね、マイクロフォンにして撮ったとかね、それでこれはまあ琴の方、それでね、和楽器を中心にやってるんですか。そんなことは、いや、もう音響学ですからね、あらゆる歌いからね、それからお寺のバイオリンもあるしね、こういうね、公会堂やなんかの音楽堂の出版何年でしょうか。戦前だろうな。昭和6年から、私が買った時は12年だね、こういうのはもう今ほとんどないけども、神田の古本屋あたりはたまには出るかもしれない。あるかもしれないね、私は2600年、昭和15年に京都で買ったんだ、その時は兄貴が京都にいたもんだからね、そこへ寄った時に本能寺のあたりを見てやろうと思って本能寺の変っていうから一つ本能寺見てやろうと思って行って、そこらの古本屋、本屋で、古本屋じゃなかったな、本屋で見つけたんですよね。寺田隆君の弟子ですか。いや、なんか親戚らしい、なんかね、寺田先生となんか関係があるみたいな。これにはね、これなんか炉の音の、炉の音をこう実際のこう分析して第一倍音でみんなの波長をね、こうに固まってこうなるわけだ、下手なやつだとこういう複雑な波形を示さないわけですね、それをあのね、こういうふうにね、例えば地の音は3倍音大きいでしょ、他のロー、ツー、レー、チー、ハとなってて、ロは第二倍音、ツも第二倍音、レも第二倍音、チだけ第三倍音大きいんですよね。それからハと、みんな第二倍音に大体力が入ってるのに、チの音だけは三倍音がやけに大きいんですね。だからチの音っていうのは下手にやると、そのね、
こっちが考えてるのと向こうで聞いてるのとはだいぶ話が違ってくる。他の曲とのバランスで違うわけですね。そうです ね。自分の耳じゃ気がつかない、うん、それはやっぱりその第三倍音がこうなるからね、うん、こう吹く方向がこうだとこの自分の耳の周りあたりが非常に大きいですよね、うん、この響き方が、うん、他の第二倍音なんかここ耳の脇なんかほとんどそれほど影響ないわけですよね、うん、だから我々この第三倍音の大きい地の音だけは特殊だってことになるわけですよ、うん、自分の耳のここでね、うん、この本は私はね尺八福祉っていうかそういう人に非常に有用な本だと思いますね、うん、あらゆる音楽に関する、ね、自分丹念にやってるようですね。それなんか見とね、そのお琴のあのお半音の幅なんかね、宮城さんのは12ルート2にぴったり合ってるんだね、うん、他の人がはるかに音域が広いらしいですよ、宮城さんは。だからやっぱり新曲を弾くにはも洋楽的な音を出すには最もね、うん、悲劇に実音階にぴったり合うようにな、やっぱり音域を持ってるらしい、宮城さんは、うんうんうん、では新潟にね、うん、中原東蔵さんっていうもう亡くなったけどね、うん、あの明治天皇が泊まったっていう、うん、大樹西さんの息子がいるんだよ、うん、息子じゃない大樹西さんがいてね、うん、その中原東蔵さんっていう人はあの東京で勉強してね、うん、その筑後に習ったらしいんです尺八をね、荒木筑後に、うんね、それからね、うん、お琴三味線を勉強しようと思ってね、うん、小出トイ子って人に習ってた、三味線を、小出トイって有名なんですよ。うんうんうん、そしたらね、調子ばっかりを取るのを教えてね、うん、さっぱり教えてくれないんだって、うん。自分は黒髪ぐらい習って、国へ帰って一応いいとこ聞かせようと思って、もさっぱり教えない、うん。そしたら小出さんがこう言ったってんだよ。うん、あんたね、今、非常に無駄なことをやってるように思うかもしれないけどね、うん、この三味線の調子を取ってね、一番大事なことだからね、うん、これは本当力を入れてやらなくちゃダメですってね、曲の方になかなかいかないんだ、うん、そしたらね、うん、自分はそれから耳の方がね、えらい発達した、そうするとね、宮城道夫とね、うん、富崎春章が二人で合奏するのを聞いてると、音が合ってねえと声にならないからね、うんうんでね、ちょうど宮城さんとね、富崎新社が逃げられてきたんですよ、うんうん、その時、あの中原さん、俺誘いに来たわけだ、うん、でね、いや、来てください、徳川さん、会ってないでしょって言うんだけど、こっちはんだ、わからないで、彼はもう大真面目なんだね、うんうん、ちょっと違う、琴も三味線も半音の取り方って本当幅がありますもんね、はい、個人差があります、大きいですよね、素晴らしいですよね、だから彼に、うるせえんだ、うん、岡野さん、分からないよ。そんな分からないことだけど、分からんけ、ね、うん。久米市の3年もあんた調子ばっかり取ってたんだから、うん。そしたらね、なんかの時にね、太田さんね、太田さと子さん。うん、太田さと子さんは私はね、あの学生時代からよく合奏に行ったことあるんですよ。太田さんにはね、うん、私、横浜高校だからね、うん、あの学校の演奏会になったと、太田さんはいつも慈悲だ。うんその時あったね、世の中にはこういう面白いおばさんがいるのかなと、荒木麗子の妹なんだよね。そうそう、先代のね、麗子さん。でね、娘さんがね、太田恵美子ってのがいたのよ、うん。今、安藤って言ってるけどね、うん、安藤って言ってる、うん、あの、旦那さんはね、確か早稲田か慶応のね、うん、あのホームラン打者だったらしい、太田さんが、うん、太田って人は。それに惚れられちゃったらね。うん、で太田家に嫁に行ったらしいんだ、うん、でその安藤さんっていうのはね今あの運動具店の奥さんだって、うん、そんな関係なんだろうきっとね親父のお父さんの、うん、その恵美子っていうのはね、うん、東洋英和女学校だったか平日に行ってたんだね、うんうん、で私ら演奏会があって太田さんとこ行くでしょ、うん、下合わせにあと恵美子おこと引きなさい、うんうん
それでね、明日英語の試験があるから勘弁してくれ、うん、って言うんだけどね、うん、お母さんの言うこと、いや、あんた女学校なんて落第させしませんよ、うん、ね、嫁の前の頃なんか学校は落第させるもんじゃありません英語なんてのはね、缶詰のレッテルが読めりゃいいですなんて言っちゃって今の久子さんってその人の妹さん、それ妹、うん、それからね、缶詰のレッテル読めりゃいいってだから、ね、おことです、おことはそのね、馬数をかけなきゃダメなんだ、うんうん、英語なんてのは缶詰のレッテルはね、これは鮭の缶詰かね、うん、何の缶詰か分かるぐらいならもうそれでいいんだと、英語は、うん、なんか勉強なんか、そんな英語なんか勉強するよりもおこと引きなさいって言われる、ね、うん、世の中にすげえお母さんいるんだなと思って、うん、子供が勉強するって言ったら大いにやんなさいって言いそうなもんね、うん、そんな必要ありませんってなって、うん、地獄は落第なんかさせしませんって言っちゃった、うん、でやっぱりね、私にいろんなことを言ってくるときにね、やっぱり三味線の長所って、自分はね、うん、調子を取ってるときが一番楽しいんだって、うんうん、こういうふうに調子が取れればいいなと思って調子を取って、いざ演奏会になって、うん、で舞台出ちゃうと、ああまずかったって、ね、後悔することが多いっていう、うん、調子を取ってるときが一番安心してね、うん、相手もいないし、何も自分の調子を取ってないけど、うんうん、舞台出たらさ、糸のお琴の調子がどう、三味線の竹の音がどうかっていうのを気になりだすとね、うんうん、自分の決め置いといた調子では合奏がうまくいかないっていうんで、うんうん、直さなきゃダメ、うんうん、そうなるともう神経使っちゃってね、尺八、うん、なんか相手にしないで三味線だけで調子取ってる時が一番楽しいんですよ、なんですか、うん、やっぱ名人クラスだとみんなそうなるらしいね、うん、私はその時ね、太田さんが今度は終戦をね、演奏会を開いたんだね、うん、還暦の演奏会だった、うんうん、で私たまたま行ったんですよ、太田さんの住んでたとこ、みんな戦災で燃えちゃったんだけど、太田さんどうしたかなと思ったら、うん、演奏会があるって話聞いたもんだから聞きに行ったんですよ、うん、で太田さん現れてさ、観客席にいた俺の同時で、うんうん、こんなおばあちゃんよく覚えててくれましたねそれでね、あのぜひね、あのうち遊びに来なさい、来てくださいよって言うからね、うん、それから私は尺八二尺一寸持ってったのよ、うん、ね、このちょうど尺八の関係で二尺一寸しか持ってなかったわけですよ、うん、小松波動のね、うん、で訪ねて、それでね、残月吹くことにした、うんうん、太田さんがね、岡本さんは思いやりがあるおばあさんだから声がね、声が低くなったと思って二尺一寸持ってきましたねとか言われちゃって、いやそうじゃないんだと、うん、本曲の尺八でね、二尺一寸で吹いてるから、この持ってきたんでね、別に太田さんの声はどうだからなんて考えられていませんよって言ったらね、太田さんはね、何言うかと思ったらね、あのこういうこと言いましたよ、その時ね、あんたはよくね、尺八をやめないで今日まで吹いてるぞ、うん、感謝しますって、うん、だいたい尺八を吹く人は学生時代一生懸命やっててもね、うん、学校卒業して10年も経つとみんなやめちゃうってのはね、うんうん、あんたはよく捨てないでね、うん、今日まで尺八を吹いててください、本当にありがとうなんて言われちゃって太田さつこさんはあの晩年まであの高い音はよく出たんですよね、今夜ね、二尺一寸で残月だと最初の磯辺のところ出すの大変だったでしょうね、あんな低いところだからね、年を太田さん、ね、皮肉じゃないけど、うん、もうわしが年を取ったと思って、うん、お母さん気を利かして二尺一寸を聞いてるって言うから、うん、いや気を利かしたらね、それしか持ってなかったいやもう本当に不思議に高い声が最晩年まで出ましたね、そうそう、だからね、うん、あの恵美子さんもよく私と一緒に演奏会なんかで、うん、観客席で一緒に聴いたときね、うん、よく、まあ、うちのお母さんあんな声が出るわねってね、嘘や感心してんだね、うんうん、私だってあんな声出ねえよってね、うん、まあ、ちょっと他に類がないんじゃないでしょうかね、うん、だからね、あの人はもう尺八の筆も何でもみんなアンプだからね、うん、僕が演奏会なんか行って尺八を待ち合わせるんだったら尺八の筆読んでくれるんですよ、うん、ローレッジとかなんか言ってね、うん、あれ一番最初はあれ山田か稲川田か何かやらせたらしいですね、ああそうですかね、でもまあ本当に気持ちのいいおばあちゃんでしたね、そうそう楽しい人でしたね、もう体育がこう良くてね、うん、
いや、それじゃあどっかちょっとお付き合いいただけますか。ええ。